朗読アッパーバースフランシス・マリオン・クラフォード、前回の続きからです。そこで僕は彼と近づけになりたくないものだと思ったので、彼と顔を合わさないようにするために、彼の日常の習慣を 研究しておこうと考えながら眠ってしまったそれ以来もし彼が早く起きれば僕は彼よりも遅く起きもし彼がいつまでも寝なければ僕は彼よりも先に寝床へ潜り込んでしまうようにしていた無論僕は彼がいかなる人物であるかを知ろうとはしなかったもし一度こういう種類の男の素性を知ったが最後 その男は絶えず我々の頭の中へ現れてくるものである。しかし、105号室における第一夜の以来、二度とその気の毒な男の顔を見なかったので、僕は彼について面倒な詮索をせずに済んだ。いびきをかいて眠っていた僕は、突然に大きい物音で目を覚まされた。その物音を調べようとして、 同室の男は僕の頭の上の寝台から一足飛びに飛び降りた僕は彼が不器用な手つきでドアのかけ金や缶の木を探っているなと思っているうちにたちまちその扉がパタリと開くと廊下を全速力で走ってゆく彼の足音が聞こえた扉は開いたままになっていた船は少し揺れてきたので 僕は彼がつまずいて倒れる音が聞こえてくるだろうと耳を澄ましていたが彼は一生懸命に走り続けてでもいるようにどこへか走って行ってしまった船が揺れるごとにパタンパタンと扉があおられるのが気になってたまらなかった僕は寝台から出て扉を閉めて闇の中を手探りで寝台へ帰ると再び熟睡してしまって 何時間寝ていたのか自分にもわからなかった。2目を覚ました時はまだ真っ暗であった。僕は変に不愉快な寒気がしたのでこれは空気が湿っているせいであろうと思った。諸君は海水で湿けているキャビンの一種特別な匂いを知っているであろう。 僕はできるだけ布団をかけて明日あの男に大九条を言ってやるときのうまい言葉をあれやこれやと考えながらまたうとうとと眠ってしまったそのうちに僕の頭の上の寝台で同室の男が寝返りを打っている音が聞こえたたぶん彼は僕が眠っている間に帰ってきたのであろうやがて彼がむむと と一声うなったような気がしたのでさては船酔いだなと僕は思ったもしそうであれば下にいるものはたまらないそんなことを考えながらも僕はまたうとうどと夜明けまで眠った船は昨夜よりもよほど揺れてきたそうして窓から入ってくる薄暗い光は船の揺れ方によってその窓が海の方へ向いたり 空の方へ向いたりするびごとに色が変わっていた。7月というのにバカに寒かったので僕は頭を向けて窓の方を見ると驚いたことには窓は鍵が外れて開いているではないか。僕は上の寝台の男に飛行用菓子に悪口を言ってから起き上がって窓を閉めた。それからまた寝床へ帰るときに。 僕は上の寝台に一別をくれると、そのカーテンはぴったりと閉まっていて、同室の男も僕と同様に寒さを感じていたらしかった。すると、今まで寒さを感じなかった僕は、よほど熟睡していたのだな、と思った。昨うべ僕を悩ましたような変な湿気の匂いはしていなかったが、前室の中はやはり不愉快であった。 同室の男はまだ眠っているのでちょうど彼と顔を合わさずに済ませるにはいい機会であったと思ってすぐに着物を着替えて看板へ出ると空は曇って暖かく海の上からは油のような匂いが漂ってきた僕が看板へ出たのは7時であったいやあるいはもう少し遅かったかもしれない そこで朝の空気を一人で吸っていたドクトルに出会った東部アイランド生まれの彼は黒い髪と目を持った若い大胆そうな異常部でそのくせ妙に人を引きつけるような陽気な健康そうな顔をしていた「いやあいいお天気ですな」と僕は口を切った。 い,やあいいお天気でもありいいお天気でもなしなんだか私には朝のような気がしませんなドクテルは待っていましたというような顔をして僕を見ながら言った「なるほどそういえばあんまりいいお天気でもありませんな」と僕も相づちを打ったこういうのを私はカビ臭い天気と言っていますがね と繊維は得意そうに言った時に夕べはばかに寒かったようでしたねもっともあんまり寒いのでホー歩を見回したら窓が開いていました寝床へ入るときにはちっとも気がつかなかったのですがおかげで部屋が湿けてしまいました」と僕は言った湿けていましたかあなたの部屋は何号です,105号です すると僕の方がむしろ驚かされたほどにドクトルはびっくりして僕を見つめた「どうしたんですか?」と僕は穏やかに聞いた「いや何でもありませんただ最近3回ほどの後悔の間にあの部屋では皆さんから苦情が出たものですから」とドクトルは答えた「私も苦情を言いますね」 どうもあのの部屋は空気の流通が不完全ですよ。あんなところへ入れるなんてまったくひどすぎますな実際です私にはあの部屋には何かあるように思われますがねいやお客様を怖がらせるのは私の職務ではなかったいやあなたは私を怖がらせるなどとご心配なさらなくてもようござんすよなに少しぐらいの湿気は我慢しますよ もし風邪でもひいたらあなたのご厄介になりますからこう言いながら僕はドクトルにシガーを勧めた彼はそれを手にするとよほどの肺煙かと見えてどこのシガーかを鑑定するように眺めた湿気などは問題ではありませんとにかくあなたのお体に別状ないということは確かですからな同室の方がおありですか ええ、一人いるのです。その先生と来たら夜中に戸締まりを外してどうを分け放しておくという厄介者なのですからねドクトルは再び僕の顔をしげしげと見ていたがやがてシガーを口にくわえたその顔は何となく物思いに沈んでいるらしく見えた「でその人は帰ってきましたか?」。 私は眠っていましたが、目を覚ました時に、先生が寝返りを打つ音を聞こえました。それから私は寒くなったので、窓を閉めてからまた寝てしまいましたが、今朝見ますと、その窓は開いているじゃありませんか。まあ、お聞きなさい。私はもうこの船の評判などは構っていられません。これから私のすることをあなたにお話しして申し上げておきましょう。 あなたはどういうお方かちっとも知りませんが私は相当に広い部屋をここの上に持っておりますからあなたは私と一緒にそこで寝起きをなさいこうした彼の申し出には僕もすかなからず驚かされたどうしてドクトルが急に僕の体のことを思ってくれるようになったのか何分想像がつかなかった何にしてもこの船について 彼が話した時の態度はどうも変であったいろいろとご親切にありがとうございますがもう泉質も空気を入れ替えて湿気も何もなくなってくると思いますしかしあなたなぜこの船のことなんか構わないと言われるのですかと私は聞いた無論私たちは医者という職業の上から言っても 迷信家でないことはあなたもご承知くださるでしょう。が、海というものは人間を迷信家にしてしまうものです。私はあなたにまで迷信を抱かせたくはありませんし、また恐怖心を起こさせたくもありませんが、もしもあなたが私の忠告をおいでくださるなら、とにかく私の部屋へおいでなさい。ドクトルはまた次のように言葉を付け加えた。あなたが、 あの105号戦室でお休みになっているということを聞いた以上やがてあなたが海へ落ち込むのを見なければならないでしょうからもっともこれはあなたばかりではありませんそれはどうも一体どうしたわけですか僕は聞き返すと繊維は沈みがちに答えた最近参考会の間に あの船室で寝た人たちはみんな海の中へ落ち込んでしまったという事実があるのです。僕は告白するが人間の知識というものほど恐ろしく不愉快なものはない。僕はこのなまじ知識があったために彼が僕をからかっているのかどうかを見極めようと思ってじっとその顔を穴の開くほど見ていたが繊維はいかにも真面目な顔をしているので。 僕は彼のその申し出を心から感謝するとともに自分はその特別な部屋に寝たものは誰でも海へ落ちるという因縁の除外例の一人になってみるつもりであるということを繊意に語ると彼はあまり反対もしなかったがその顔色は前よりもさらに沈んでいたそうして今度会うまでにもう一度彼の申し出をよく考えた方がよかろうということを 「あんあんにほのめかしていった」「それからしばらくして僕は繊維と一緒に朝飯を食いに行くと食卓にはあまり先客が来ていなかったので僕は我々と一緒に食事をしている一二名の高級繊維が妙に沈んだ顔をしているのに気づいた」「朝飯が済んでから僕は書物を取りに自分の部屋へ行くと」 上の寝台のカーテンはまだすっかり閉まっていて何の音も聞こえない同室の男はまだ寝ているらしかった僕は部屋を出た時に僕を探している窮地に出会った彼は船長が僕に会いたいということをささやくとまるである事件から逃れたがっているかのようにそそくさと廊下をかけていってしまった 僕は船長室へ行くと船長は待ち受けていた。やあどうもご足労をかけ申してすみませんでした。あなたに一度お願いいたしたいことがございますもので。と船長は口を切った。僕は自分にできることならば何な,なりと遠慮なくおっしゃってくださいと答えた。実はあなたの同室の船客が 行方不明になってししままいましたその方は夕べべ宵のうちに船室に入られたことまでは分かっているのですがあなたはその方の態度について何か不審な点をお気づきになりませんでしたかたった30分前に船員が言った恐ろしい事件が実際問題となって僕の耳に入った時僕は思わずよろけそうになった。 あなたがおっしゃるのは私と同室の男が海へ落ち込んだという意味ではないのですか?」。僕は聞き返すと船長は答えた「どうもそうらしいので私も心配しておるのですが実に不思議なこともあればあるものですな」。なぜですかと今度は船長が聞き返した。 ではいよいよあの男で4人目ですな。こう言ってから僕は船長の最初の質問の答えとして、船員から聞いたとは言わずに、105号船室に関して聞いた通りの物語を明細に報告すると、船長は僕が何もかも知っているのにびっくりしているらしかった。それから僕は昨夜べ起こった一部始終を彼にすっかり話して聞かせた。 あなたが今おっしゃったことと今までの3人のうち2人の当心者と同じ船室にいた人が私に話されたこととほとんど全く一致しています。と船長は言った前の当心者たちも寝床から踊り出すとすぐに廊下を走って行きました3人のうち2人が海中に落ち込むのを見張りの水婦が見つけたので 私たちは船を止めて救助艇を下ろしましたが、どうしても発見されませんでした。もし本当に闘神したとしても、昨夜は誰もそれを見たものも聞いたものもなかったのです。あの船室を受け持ちの救治は、迷信の強い男だものですから、どうも何が悪いことが起こりそうな気がしたというので、今朝あなたの同室の客をそっと見に行くと、寝台は空になって、 そこにはその人の着物がいかにもそこへ残しておいたといったふうに散らかっていたのです。この船中であなたの同室の人を知っているのはあの窮地だけなので彼はくまなく船中を探しましたがどうしてもその行方がわからないのです。でいかがでしょうこの出来事を他の船客たちに漏らさないようにお願いいたしたいのですが私はこの船に悪い名を付けさせたくないばかりでなく この当身者の噂ほど先客の頭を脅かすものはありませんからなそしてあなたには高級繊維の部屋のうちのどれか一つに移っていただきたいのですが無ろん私の部屋でも結構ですいかがですこれならばまんざら悪い条件ではないと思いますが非常に結構ですと僕も言ったいかにも承知いたしましたが 私はあの部屋が独占できるようになったのですからむしろそこにじっとしていたいと思うのですもし球児があの不幸な男の荷物を出してしまってくれれば私は喜んで今の部屋に残っていますもちろんこの事件については何事も漏らしませんしまた自分はあの同室の男の二の舞はしないということをあなたにお約束できるつもりでいます船長は僕のこの無効密な考えを 監視しようと努めたが、僕は高級船員の批評を断って、かの一室を独占することにした。それは馬鹿げたことであったかどうかは知らないが、もしもその時に船長の忠告を入れたならば、僕は平々ぼんぼんの後悔をして、おそらくこうして諸君に話すような機械な経験は得られなかったであろう。今まで 105号線室に寝た人間の間に起こった再三の投身事件の不快な一点は船員らの頭に残っているだろうがもうそんな一点などは未来英語をなくしてみせるぞと僕は腹の中で決心した。